550馬力純オートメカニックで製作したこのインプレッサ、四駆を捨てて FR に変えてきたのがお台場からデビューしたこのマシンです。踏んでる踏んでる。さあゼッケン10番久保久保信重、ライン角度角度つけた、クリップを取ってきた、切り返し早い、いいよいいよ、ライントレース OK だー、決めた久保久保。1コーナーのクリップだけだな。はい、99点。さあ続いてスタートしていきます。ゼッケン11番です。 S1 号、500馬力オーバーのこのマシン、田中和弘、角度角度をつけて浅めでクリップを取ってきた、2個目の切り返し、これは綺麗に持ってきた、綺麗に持ってきた、アウトライン乗っけてきた、田中和弘して成功。去年のこのオートポリス大会は本当に決勝戦、素晴らしい走りをエッジケース谷口信輝と堂々と渡り合って2位と、非常に悔し涙を流した。そのために今回は本当に優勝を狙っていたんですが、残念ながら昨日の大クラッシュ、このマシンフレームが20センチずれ、そしてエンジンはノーマルになってしまった。吉岡俊樹大丈夫なんでしょうか。いいよ、あーさん、あーちょっとまっすぐ、あーさん、うわー、うわー、ジャンプしてきた、乱れてない。ちょっとこれリプレイ見よう、リプレイ、これ車壊れちゃうよ。ちょっとアンダー気味ですね、これ全く戻っちゃいましたね。ほらディアが浮いてんだよ、ディアも浮いてます。さすがウィリー男ですね、こいつお台場でウィリーしてましたからね。で跳ね返されてこのまま車速落ちないでアウトラインに来てんの、ほら審査的に、これが分かんないですね。だから95点、はい、95点あんまり高くないじゃないですか入り口アンダーだったもん、俺リプレイでバレたじゃん今。あんまり高くないな。ここまで日比野哲也、今年は本当前回の参戦須郷でやっと7位に入ってポイント、現在ランキング16位です。角度つけてきた、いいよいいよいいよ、いい角度つけてきた、そしてクリップを取ってった、これはいいぞ。さあ日比野哲也、これはラインの出ることができるかどうか、いいよ、これはまずまずいい走りを決めました、日比野いいね。ノスを使用すれば400馬力を超えますこのマシン、うん、さあ平岡秀夫、かっこいいね、まっすぐ来るね、あー失敗、アンダー出た、いやこれ失敗、平岡秀夫、これは痛い、まっすぐ来ましたからね、アンダーは痛い、何のきっかけもなくまっすぐ来たところでちょっと進入きっかけ失敗いたしましたね、これは痛いね今のは、はい、前回のラウンド3須郷も決勝戦に残りました、この美濃は、いやー踏んで入ってくる、踏んで入ってくる、入ってる、おっとジャンプした、切り返しもいい、乗り上げ、ミノワ真嗣乗ってます、ミノワ真嗣、当然今年まだ1ポイントもありません。宇都宮明乃復活なるか、いいよ、いいところ取った、フロントが浮いた、ちょっと2コーナーのクリップを外した、しかしスピードは高いですね、イン側には入っていきましたが、これはちょっと失敗です。昭和のスポーツカー、時田正義、昭和言うな、昭和、昭和のスポーツカーですよ、だからスポーツカーだから残ったんですよ、まあスポーツカーだからな、お前の言い訳は何なんだロングできた、おロングできた、ちょっと修正が入った、あ遠赤に乗ってジャンプ、あちょっと外した、2コーナー、ここは2コーナーを外す、遠赤に乗ってジャンプしてくるとちょっと厳しいんじゃないですか、侍侍侍侍、あーいったドリフト侍、切腹本当ですよ、切腹、これぞドリフト侍、あ燃えてる燃えてる燃えてる、あーっと燃えてる、そうですね、ロータリーですからね、うん、マフラーのとこかなり熱がありますから、多分スポンジバリアが焦げたんでしょう、うん、いややってくれます、いきなりのクラッシュはやはり最初はドリフト侍だった。マイケンがなんか言ってるよ、はい、何でしょう、前田さん、前田さん、前田さん、何、 あ今マムラの車の後ろに来てます、はい、どう、あの被害はですね、はい、マムラ的にはゼロですね、ゼロマムラ的にゼロ、ガルウィングかい、ウィングかい、どう、いいよ、メカ、あれ演出じゃないんだ、いやいや一応ほら流れ的には俺はほらクラッシュしたじゃないから、演出だよな、演出だよな、マムラな、当たり前だよな、いつも通り OK、 OK です、 OKOKOK、 okay, okay, okay. いいぞ、さあドリフト侍の2本目、1本目を失敗してるだけにこれはマジです、もういいよ、いい角度ですよ、いいよ、クリップもいいよ、ちょっと修正入りました、ジャンプしてった、おおこれはいいよ、踏んでる踏んでる踏んでる、リアリトラクションが十分かかってる、マジなドリフト、ドリフト侍、これは成功だ、あだけかな、なるほど、おあ、父でけえ、これいやいや、これ誰、これ浅本、浅本パパ、お前パパ、この腹立つ、限定にしますお前もひどい MC だねだっていないんだもんここに、そうか、男臭いよここの審査員席、ね、本当にお前大ちゃんの顔見て言ってみろ、
いい匂い。あ、来た。いい匂いです。来た。続いてロータリーサウンド FD 浅本正敏、久々に決勝戦まで上がってきた。おー、ロングだいぶ手前から切ってきた。いいところを通ってきた。ロングできた。あー、リコーナークリップを若干外した。戻った。ここは失敗。審査員席前も戻りました。猪瀬トール S1 号、ノス仕様の600馬力を誇りますこのエンジン。おー、ロングロングで角度をつけてきた。角度をつけてきた。クリップがちょっと奥めか。2コーナーは取ってきた。あとはアウトラインに乗せていく。あー、もっと失敗。飛び出た。失敗です。あドッシャンガッシャンバースト。さらに去年思い出しましたよ、あそこにバンパー山ほど積んでありましたよ。なんかいろんな色の、うん、昨日の予選2位突破。パワーはないんですよねこれね。パワーないくせにこの中走うまいんですよ、うん、そう。一応ですね4連スロットに180馬力とは書いておりますけど、多分160ぐらいですよね。そんなもんだな。大体音を聞きましょう。踏んでるね。蹴ってくる。踏んだまま蹴って、踏んだまま蹴って。あー、だから2コーナーが開いちゃうんだよ。2コーナークリップが開いちゃった。惜しいな。これはミスです。選考会上がり組ということになります。さあ村上一本、どういった形でストレートを来ますか。音聞いてよか。角度をつけて遠赤のけでジャンプ。あー、戻った。うわー、来た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 。いやー、もう捨て身で頑張った村上に拍手。いいぞ村上。これが D1 グランプリ、これが単走の走り。石飛んできたよ石。いやー、攻めてきましたね。やっぱりこれがいいでしょう、はい、ね、かっこいいよね。これがいいんです。さあ次はどうでしょうか。ゼッケン81番です。山口治虫 S14。 まずストレートはどうだ。踏んでる。手前から打ってきた。アウトに煙を上げて乗っけてきた。あー、失敗失敗。これです、これです。やっぱりシードでない走りだね。本当に一本勝負で来てるこいつら、はい、もう捨て身です。さあ続けてゼッケン83番です。長沢純吉 S14 347馬力。踏んでる踏んでる。手前から振ってきた。1回ちょっと修正。1回ちょっと修正が入った。2コーナーもクリップが若干開いた状態で、アウトラインはギリ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 。戻った。戻った戻った。新人いいでしょいいです ねこれは攻めてきます、はい、出戻り組です。出戻りね。元 D1 選手、しかしもう一度 D1 選考会で D1 権を獲得してこのオートポリス臨んでまいりまして予選突破してきた。ちょっと奥気味な。あー、奥目だ。クリップ外した。奥目でクリップを外しました。平野あとはギリギリ。あー、戻った。さあこのラストグループはやはりいい走りはするんですが得点が入ってません。さあ続いてスタートしてます。ゼッケン85番の FC です。古賀重信400馬力。あー、あー失敗だ。これも失敗した。やっぱ心臓バクバクなんだよな。緊張感高まる中プレッシャーに襲われているか。次いいよ次。そう、富士中学。あ、富士中学です。富士中学。中学じゃないよ。いいよ。俺富士中学だよね。俺そうだから、ね、その場合はありがとう。拍手すんなって言ったじゃないか。あのつまんないことに。ありがとう。富士は話すから。これ一体感が大事なの。富士中学ぶ FD 勢いがあります。この男いいよ。角度をつけて入ってきた。柔らかい。さあクリップを取ってきた。これもいい。2個目もいい。角度持ってきた。さあどうだどうだどうだ。アウトラインも持ってきた。うまい。これはうまい。ゼッケン87番の平島明彦、ここも出戻り組です。元 D1 剣を持っておりました平島もまた選考会から勝ち上げてきた。この角度やばいやばいやばい。あーやばい。あー振られた。ギリギリ角度をつけて2コーナーのクリップを持ってった。さあ平島これでいけるのか。いけない。ダメだ失敗。はい2本目。これも惜しい。前450馬力。俺は好きなのこれ。本当にカラーリングも何もされていないこの赤のマシン。後藤敦俊の決めるかどうか。悪くない。いい状態で1コーナークリップ入ってきた。2コーナーのクリップ切り返しもいい。さあどうだ。いっちゃった。したダメだ。コースアウト。バリバリって音がして人のバンパー踏んでった。バリバリって音したな今。さあ黄色いマシンです。89番です。松川真嗣です。昨日の予選トップ通過。おお角度いい。角度出てきた。これが松川。いい決めた松川。 99.5。 さすがに昨日トップ通過だけあります、はい、松川真嗣いい走りを見せました。
丸山智弘86ターボストレートはなかなかいい速度が出ていたという結果が出ておりますが、いいよいいよ、いいところ来ました。スピードあります。振り返しも速い、振り返しも速い。さあ残れるか、残れないんだ、残れないんだ、いやー攻めてきますね。でも千代さん握手でしょ、これは握手だってね。丸山の2コーナーから3コーナーのスピード、うん、とんでもないですよ。さあということでこの後我々は審査ということに入りますが、はい、感想はこれで全て終了ということになりました、はい、この後コース上の方は上場走行を行います。そしてパドックの方ではそれぞれの D1 選手がタイヤブースにおきましてサイン会を行います。